勝を忘れるように今後の練習も頑張っていくのでよろしくお願いします。ありがとうございました。本当にありがとうございました。今日の結果には満足せずに、これから遠征も続きますし、まず一番は関東選抜で、しっかり勝って、全国へつなぐというところが今の一番の目標ですので、また本当にいつもですが、いろいろとご迷惑をおかけしますが、これからもご支援のほどよろしくお願いします。今日はこのまま流れ解散にしたいと思いますので、家に帰るまで明日も試合がありますので、しっかり気をつけて帰っていただければなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。